町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、劣界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、カンパ以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら、君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり。クリフォトは孫悟の諸尊崇の念を示すため、我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受けるこの城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣僧者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたもの。これからカカリア様に謁見する。え、もう会うの？さ、そうかしこまらなくていい。大守護者様は細々とした礼儀作法を気になさる。先に使者を送っている。カカリア様はすで。しかし、このような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、三名のよそ者を使者から話は聞いている。ようこそ寒波の向こう。いいえ、天外より訪れし客人。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。このの疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに。事件奏者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するアマ。だから驚くことはない。700年もの間、剣奏者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。俺たちがここに来たのは性格というものを探すため。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。そうだ。性格が埋め込まれた世界には劣界が現れる。そして性格、うちらをね、銀河を旅して性格の強、現状をよく分析したものだ。そう、たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の理。そう、うちらはすごい。あなた方には俺たちなりの方法が。わかりました、信じましょう。さあ、今日はもう遅い。こちらこそ天外の客。私も性格と関わりがありそう。もちろん分かってる。焦ることはない。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君。なんたってお城の主だからね。
それじゃあ僕は公務があるから。ちょっと待って、おすすめの観光地。観光なら黄金シアターか歴史博物館が。先に常冬の火を見に行った方がいいな。ベロブルクで最も意義のある音楽に興味があるなら、それとゲーテホテルへ行くの。町の内部にまで侵食が。ああ僕、見てあの氷像の形変わってるね。どんな素材かはわからないが。それもそっか。カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ、彼はたまにと言っていた。じゃあ見たかったの。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたく。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたらこの性格がもたらした壊れた加熱器相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナー。壊れた設備があったら私のと。いやいや、ちょっと。加熱器に興味？普通の地水暖房じゃん。行政区のどこに行って。初めて？あ、わかった。これは珍しいお客さんだ。あんたたちが見たのはベロブ、外の猛吹雪に耐える。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。地髄はこの星の地下に。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど。とっくこんなこと言ってどうすんだか。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。なんかどこから気にすんなって。ところでよし、じゃあおね。いいね。はあ？なんか私は別の仕事が。こんなに町の中心に。このまま放っておけば。下がれ、これはさ。しかし私の資産証明書。烈海が町を侵食している。烈海の侵食が町。本当にね。おじさん、残念ですが諦めてください。資産証明書を、はあ、枕投げしない？
するでしょ。このホテルの枕ならきっと。ミツキ、クリフォト城にいるとき。ストップ、言いたいことなら分かってるって。どうせミツキ喋りすぎだとか。ミツキ、他人に俺たちの目的を明かしてどうする。でもほら、いい結果になったでしょ。気品。いや、その。じゃあ何。クリフォト城にいたとき、あの大守護者に何か。もちろん、うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。何も、普通の女。ただあの人の目、見透かす力があるという。ああ、俺も同感だ。え、何その言い方、急に怖くなってきた。それじゃあ炭鉱の目はごまかせ。俺の考えすぎか。早く休もう。まだやりたいことがあるのか。長い一日。おやすみ。早く寝て体力を。じゃあうちは部屋に戻るね。外にシルバーメインが集まっている。うちらの迎えにしては。それは盲点。とりあえず会いに行ってみよう。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。うちら何か。あれ、あんた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により、反逆を目論む罪人大守護者代理として、あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき以上無駄な抵抗。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日のこれは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも。それはお前がいつも急に熱くなって。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの。計画経緯。そう、二人ともあそこ。あそこは烈海の侵食によって。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？小市妙さん、列車組の合図だ。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。音一位先進。ではでは皆さんお先。から烈海へ飛び込むなんて、自信過剰なのか自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は失踪か死亡と保護。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。承知いたしました。私が今できることはベロブルグを。ざまあみろ。成功っていうのは。シルバーメインは不意をつか道に沿って進んで、
一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急…今さら後悔しても遅い。ルールは破るためにある。争いに意味はない。礼儀のなってないお…やれやれ。ほら、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。騒ぎを起こしたか。ラッキースターは誰かな。生死虚実、一年のマナ、同点元気、超無意義格。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。今さら後悔しても遅い。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。争いに意味はない。他の方向から正面衝突は避けよう。この門直接…確かに急いで解除しよう。一年のマナリ、同点元気、超無意企画。こわっ、星の祝福をあなたに。うちの出番。ほら、くらえ。正面衝突は避けよう。
今さら後悔しても遅い。ラッキースターは誰かな。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。痛くも痒くもない。今だ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この門は何の装置？あ、あそ。モンスターが装置の近くをうろ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっはっ。ん？怖く星の祝福をあなたに。うちに出くわすな。ほら、くらえ。侵食されて鬼ごっこは終わり。しつこい。うち、私が受けた命令は、昨日俺たちに会ったこと覚えてるか。それが一夜にして、昨晩守護者、そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだ。はあ、大守護者様への侮辱はあなたたちの、言っても無駄だ。美月、逃げ道がないならレシ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。争いに意味はない。礼儀のなってない。ラッキースターは誰かな。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ブローニャ様。仕方ない、私自ら悪党どもに制裁を。はっ。いたたた。ここへ。下手に動くな。はっ。誘った覚えはない。星の祝福をあなたに。ほら。くらえ。すべては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。どけ。騒ぎを起こしたくはない。
生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。ふっ、うちの出番。いや、破るためにある。避けてね。そこまで。おっと、知りたかった。うちに出くわすなんてついて、ほら、即戦即決で行こう。くらえ。今さら後悔してもおた。やっ、始めようか。やっ、痛くも痒くもない。進軍。争いに意味はない。生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。うちの出番。ルールは破るためにある。うちに出くわすなんてついぎや。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。ここへ。くらえ。うちの出番。機は熟した。烈海に侵食さ、鬼ごっこは終わり。しつこい。私が受けた命令は、昨日俺たちに会った、それが一夜にして、昨晩、そして私を呼び出し、はあ、大守護者様への侮辱は言っても無駄だ。逃げ道がないなら、争いに意味はない。怖くない、怖くない。ラッキースターは誰かな。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、どけ。
騒ぎを起こしたくはない。避けてね。下手に動くな。星の祝福をあなたに。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。いや、そこまで。生死虚実、一年のマナリ、同点幻影、超無意企画。礼儀のなってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。始めようか。くらえ。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。殴ったね。退きなさい。まだまだ逃がさない。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。うちってばなかなか。ほら、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。生死虚実、一年のマナリ、同点幻影、超無意企画。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。どけ、騒ぎを起こしたくはない。ほら、そこまで。いや、始めようか。ためにある。はっ、やっ、いたたた。ラッキースターは誰かな。すべては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。痛くも痒くもない。退きなさい。ありえない。即戦即決で行こう。あの子なかなかやるね。ねえタンコ、その役はお前に。ちゃ、つまん。降伏しなさい侵入者。この張り詰めたく。散歩
助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで、彼らを迎えるのを知る。じゃあ下層部の民たちは、彼らは、そうだ、見たはず、しばしの子、そばから。分かった。はあ、落ち着きな。じゃあな、普通に眠っているだけよ。ね、ところで散歩、正直に言って。どうって私連れてくるつもりはなかった。何を考えているの。そんなこと言わずに。それに遅延も。だから勝手に歩きま。おっと、それは事故。あの子は早く見つ。遅延がこのことを知ったら。わかりましたよ。今体は大丈夫？ねえ、ずっとさ、目が覚めたのなら早く起きな。こんにちは。散歩は自分のミス。もう大丈夫なら他のか。散歩から聞いたわ。でも散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。診察結果を見る。あ、それならいいわ。でも散歩にはちょっと。とっくに起きてるわ。もう一人のジャジャ。そしてシルバーメインの格好。さあね、急ぎで必要な役。地下の民間の組織よ。お礼なんていらないわ。ナノや炭鉱と合流しないと。